皆さんこんにちは。私洗うの担当なんです。いつもね洗ってるんですけど、この車洗っててですね、いつも思うのは、こういうね隙間に水がね、これはまあしょうがないかなと。でこうやってねタオルこう入れながらこうやるんですけど、いつもね嫌なのここなんですよ。これ多分やってる人ねみんな思うと思うんですけど、どうしてここに水が溜まるんですかね。こういう水溜まってこうで吸水性のあるねあれでこう押しながらで水をこう吸い取るんですけど、でなんかこれリコール出て一回出てるんですよね。でどういう理由なんですかねこれね。で交換されてるわけですよ。で多分まあ水がどうなるかそういう理由だと思うんですけど、まあだからここに水が溜まるのはまあしょうがないと思うんですけど、まあ一回ねこう洗うたびに思うんですけど、これ私だけですかね。これなんとかなんないですかね。なんとかしてほしい。うん。っていうかこれないとダメなんですよね今ね。法律上はつけなきゃいけない。そのあたりがね。あとはまあこういうところはまあタオル、吸水性のあるタオルをねこうビーッと入れてこうやるんですよね。まああとまあたまにね開けてここの要はあれですよね、パッキンとこれを拭いて、見たりもたまにいたします。はい。まあ、ここに雨の日こうね水が落ちるっていうことで、ここに雨どいをねこうつけるっていう、方もいらっしゃると思うんですけど、うん、なかなかねこうデザイン的なものもあるんでなかなかこれが難しいですよね。で思ったんですけど、これなんかねすごい弾くやつをこう塗ったんですよ。水すごい弾くやつ、そしたらね逆に落ちないんですよね、それつけたら。ドア開け閉めしてないなのでね、あれなんかねそういうものをこうコーティングすると逆にねこういう状態でもそんなに水落ちないっていうことをですね、最近というか何ヶ月か前に学ぶことができました。はい。そんなところでですね、かわいいコペンなのですが、この洗うたびにね、こうとか思いながらねやっているわけでございます。はい。そんなところで今日はですね、日曜日なので、車を、まあ、相方の車なんですが洗わせていただきました。またなんかねツルツルして気持ちいいですね。はい。皆さんは車を洗っておられるでしょうか。